金ピなんて中学時代やばかったからね。本当に。ん？馬かなんかの被り物していた時代ですか？ああ、それ高校生。あのね、中学の頃は中二病だった。ちゃんと言うと小学校5年から私はずっと中二病で、高2まで中二病だったんだけど、で高校生はじゃあどういう生活してたかっていうと、そうね、高2脱中二病したあたりからは、なんか変人になり上がりまして、簡単に言うと、そうですね、徒競走、体育会でキリンの被り物を自作して走ってました。まあそうですね、自分で言うのもなんですけど、実際ALT の先生、スチュワートって先生からYou are so crazy って言われてたんで、まあ、どうやら本当にちょっと子には終わり、まあ、変わり者だった。スチュワートね、 You are so crazy って言われたのずっと覚えてる。あれね、そうキリン被ってたの。そう今もね、そうディアルが被ってるしそうそう、変わり映えしないのあ、それでさ、そのね、スチュワートなんだけど、スチュワートさ、こないだいいね来たの。ツイッターで。あいつ、ツイッターやってたんだなって。怖すぎ。時々話に出てくるスチュワートなんだけど、私をクレイジー呼ばわりした ALT。先週か。先週さ、ハリーポッターのなんかコスプレして、ハリーポッターの施設に弟と行った。先週のそのツイートに対して、スチュワートさんがいいねしましたって来て。って思って見たら、アイコンが ALT のスチュワートだった。あいつ、ツイッターやってたんだな。びっくりしちゃった。LINE のアイコンと同じだったから。あれ、ガチモンのスチュワートですよ。私のことをクレイジー女呼ばわりした。いやー、やってたんですね。ね、バレてる。やばいわ。まあ、そうだね。昔から芋ケンピっていうあだ名だったしね。フォロワーなのかな？フォロワーかもしれん。わかんない。でも、全然つぶやいてなかった。100フォローぐらいかな。で、フォロワーが20人ぐらいだったかな。スチュワートに見張られているって、そういうことがありました。はい。多分そう見る線だと思う。私もそう思う。怖っ。見られてますわ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。